キャノン・イーグルス新井幸喜選手から勇気のパスを受け取りました。堺ラグビースクール5年田中麗也です。今は学校に行けません。友達にも会えません。ラグビーもできません。公園も人がいっぱいで遊べません。小学生の僕にできることは外に出ないことだけです。でもこれが一番大事で。病院で働いていてる人たちの 仕事も命も守ることになるんだと知りました。車で寝ているお医者さんもいるとテレビで言っていました。大変だと思います。頑張ってくれてありがとうございます。次は日野レッドドルフィンズの浅原拓真選手にパスをつなぎたいと思います。